お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや結構すごかったですね。そうですかね。まあ思い切ったスイングができたのがいい結果につながりましたね。こう初物もありましたけどタイムリーは猛打賞っていう結果というところではご自身は どういう感情ですか？そうですね、本当に初っていうのはすごく嬉しいですし、まあ、タイムリーも打てましたし、猛打賞、いろいろと、まあ、初めてのことがあったので、まあ、本当に今はすごい嬉しい気持ちがいっぱいです。合流してだいぶ経ちましたけど雰囲気っていうのはどうですか？一軍の。そうですね、本当に迫力あるというか、本当毎試合毎試合本当にファンの方も、大勢来ていただいてますし、まあ、本当に、まあ、これが一軍かっていう感じですね。本当に今はチャンスだと思ってやってるので、本当このチャンスを逃さずに、本当に思い切ってやっていこうかなと思ってます。あの守備位置のなんか文字、はい、あれはどういう僕もよく分からなかったんですけど、まあ、2回か3回に守備行った時に何か白いものがあるなと思ってで覗いたら僕の背番号を鈴木誠也さんが書いていただいたんで、まあ、少しちょっと嬉しかったですね。あのライトで同じっていうことでこれそうかなと思う、まあ、ライトでテイちゃんのところに60って書いていただいて嬉しかったです。面識はあるんですか？面識もないですし話したこともなくてなんで、まあ、日本を代表するバッターに、まあ、あれだけちょっと番号書いていただいて嬉しかったです。なんかこの後こう交流とかあったらいいですね。そうですね、まだ次書いていただく機会があればちょっと何かお返しのために老人で書こうかなと思います。持ってはいたんですね。ロジン。ロジンずっと持ってます。ただ書こうかなと迷ったんですけど、まあ面識もなかったですし、ちょっとおこがましいかなと思ったんで、やめました。なるほど。はい、文字の謎が解けました。はい。嬉しかったです。次はお返しします。ラストだ。93最後飛んだもんだ。88よしよし、出し切った出し切った。最後遅い。ありがとうございました。はい、じゃあ皆さん、はいよ、じゃあ長野球場グランドレベルの練習終了。さあ、どんな感じます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。先発の日とかはやっぱり常に同じ緊張感というか感じでした。やっぱり試合によって違ったりとか。いやーまあね、開幕投手もやらせてもらったりだとか、まあ、日本シリーズでも投げさせてもらったりとかもしたけど、でもやっぱり普通の先発と普通の日の先発は、まあ、
別個にするもんじゃないと思うけど、でもやっぱり、うん、感じ方は違うよね、やっぱりね、うん、まあそれはあんまり俺も1年間通してやったことなんて本当に全くないし、大野雄大とか柳とかみたいにもう1年間でもう先発しかしてない人たちの気持ちとはね違うかもしれないけど、うん、まあまあいろんな思いがある先発っていうのはいっぱいありましたよ。来日6年目、外国人選手としての球団記録を多数塗り替えました赤尾よしひこからクラウンが贈られます。2回目となる最優秀選手賞獲得は球団史上6人目の快挙とのことです。このことに関してはいかがですか？そうですね、あの2代目というか2回目受賞されている選手は本当に偉大な選手ばかりですし、自分もそこに選んでいただいたのでこのクラウン賞に恥じないような成績をこれからも残せればいいなと思います。ちょっとこれも伺いたい。すぐ隣にルーミーもあります。ルーミーという車に関してはどんな感想をお持ちですか？そうですね、まあ、非常にかっこいいなと、乗りやすそうですし、はい、本当にほらこうやって、ね、大きい人でも入れますし、はい、はい、クラクションの音もなかなかいいので、ご希望の方はぜひ愛知の方までよろしくお願いします。素晴らしいコメントありがとうございました。199番のそこのあそこのハットじゃない、そこから選んだ199、今手元の手持ちの表から探したところ、はい、こちらの方ですね。愛知県日進市にお住まいの小園さんです。おめでとうございます。せっかくですので柳選手からも小園さんに一言お願いします。はい、小園さん、この度はおめでとうございます。広島東洋カープの小園君にはよく打たれましたが、引き続き、僕の応援よろしくお願いします。ありがとうございました。打ってみるもんですね。ナイスなコメント、ありがとうございます。さすがのマイクパフォーマンスでした。来年は周さんが撮ってくれると思います。いや、モノマネで言ってます。じゃあ、その分かるっすか今、周さんの近くだよ。やっぱりこの前、周さんに周さんの打ち方してどうすかって聞いたら、もうちょっとバット寝かせろって言われたんですけど、そしたらゲッツーになるじゃないですかって言ったら叩かれました。周平いい守備でしたね。痺れましたね。三塁線の打球を後ろに下がって、ツーベースと、痺れましたね。これからちょっとノック打つんで、周平さんにすいません、長くなっちゃった。ちょっと短めに、ちょっと待ってます多分、はい、ちょっと時間だいぶ待たしちゃったんで、ノック行ってきます。三塁線に結構激しめの打球を打ってきます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。